バディ、みんなのビリヤードチャンネル管理人 YouTuber 小川です。今日はですね、ちょっと告知の方を行いたいんですけども、みんなのビリヤードチャンネル開設してもう1年半、3、4ヶ月かな経つんですけども、まあ、試験的にいろんなお店の動画を上げてるんですけども、まあ好評だったり、まあ、好評じゃなかったりもするんですけども、まあちょっとそろそろお店の数を広げようかと思いまして、今回ですね、まあ、全国各地のビリヤード場の、まあ、ハウストーナメントの試合動画をちょっと大々的に募集したいと思います。で、募集するにあたって、まあ、いくつかちょっとお願いがあるんですけども、まず一つは試合が一マス目のブレイクから、ゲームボールまで完結しているものが一つ条件です。で、もう一つがですね、まあ、プレイヤーの名前をやっぱり挙げたいんですけども、ちょっと本名だとちょっとよろしくない方も中にいらっしゃるので、まあ、本名もしくはニックネームでも構わないので、必ず名前を教えてください。それと、その時にですね、ニックネームに関してはやっぱりネット上に上がるものなので、あまりふさわしくないようなニックネームはご遠慮ください。それとあとちょっと教えてほしいのがですね、ちょっとプレイヤーの方がですね、あとはちょっと僕識別できない可能性があるので、できれば服装の特徴を教えてください。例えば 青いシャツを着てるとか、白い T シャツを着てるとかっていうのを教えていただけると、編集の時にちょっと識別しやすいのでお願いします。それとですね、所属店を一応まあ載ける欄があるので、所属店の方を明記してください。それとあとですね、お店によってやっぱりハンデが違うので、ハンデの方も教えてください。で、それとですね、撮影の方なんですけども、まあ、ハンディカメラでもいいですし、スマホでも結構です。ハンディカメラ、うちのお店だと普通のハンディカメラで撮ってるんですけども、スマホでも全然大丈夫です。スマホだと、まあまあ、こういうちょっと電気屋さんとかで売ってる三脚にスマホをつけて、録画ボタンを押して上の方から撮影する。で、インカメラだと正直映り悪いんで、できればこの外の外の方のカメラで撮るようにしてください。で、いきなり、ね、本番でやると結構失敗するので、必ずリハーサルで1回やっておいた方がいいと思います。それと一応 4K で撮られたいと思うんですけども、 4K だとちょっとデータが重くなって、ちょっと転送が難しかったり、あと編集の時にかくついたりするんですよ。なので 4K で撮影するのはちょっとあんまり好ましくはないですね。あとフル HD1080p っていうのが選択できるので、なるべくそれで選択してください。その時にシャッタースピードが30か60かって選べるんですけども、まあ、その設定画面いけば分かるんですけど、その60の方で設定しておいてください、はい。それとですね、あとトーナメントの日程も必ず教えてください。いつやった動画っていうのを、試合 いつやった試合っていうのを一応入力するのに、ちょっと日程が分かんないと入力できないので。それとあと定期的にマンスリートーナメントとかウィークリートーナメントとかで、毎週何曜日やってますとか、そういうのを告知したい方は、必ず告知の方を入力できるようにデータというか、その文面をください。あと、まあ、ビッグトーナメントとかね、まあ、ちょっと今ちょっとコロナウイルスの関係であまり大きいトーナメントはやられてないところ多いと思うんですけども、今後やられる予定があるお店は、なんかその事前に告知したければ、告知の文面をいただければ動画の方に告知を入れます。それとですね、あと一応スマホで撮るときにバッテリーの残量と、あとそのスマホの中のデータの容量ですね、これが結構途中で撮影止まっちゃうんで、くれぐれも気をつけてください。もし自信がなければ、もう切り替え用でもう一台用意しておくとか、そうしておくと、まあ、安心かなって感じですね。
それとあとあの試合の中にお店のロゴとかをちょこちょこ使うので、まあ、ロゴとかもしデータとかであればあのそちらの方もいただきたいと思います。あとはですね、あのお店の常連さんとかで飲食店とかやってる方がいらっしゃいましたら、その飲食店のロゴとかもあの別にペタペタ貼るとこいっぱいあるんで、あのなんかあればあの貼っていただくなりさせていただくんで、あと概要欄にあのお店のホームページとかツイッターとかフェイスブックとかあのこれを概要欄に貼ってほしいっていうものがあれば教えていただければ概要欄の方に貼っておきます。まあ、あとはちょっと動画を見てあのこういうのやってほしいなとかそういうのがあればリクエストをなるべくお答えしたいと思います。それとですね、一応あの動画の本数なんですけども、やっぱり1ヶ月50超えるとまあまあしんどいんで、まあ募集はやっぱり、まあ、30から40ぐらいで締め切り毎月ねしたいと思うんで、一応先着予約順にしますので、1店舗1試合からもしその枠が余れば2試合3試合受けれるんですけども、極力1店舗1試合で、もし例えばマンスリーで BC やってる、マンスリーで PABC やってる、もしくはペアマッチやってるとか、 なんか一つの店で一月何回かやってるようであれば、枠が余ってればお受けしたいと思います。あまりね、100本とか来て全然動画上がんねえじゃないかってことになっちゃうと、まあ、怒られちゃうかもしれないんで、だいたい50ぐらいならいけるかなっていう感じなんで、まあ、50本ぐらいを目安に一応締め切りさせてもらいたいんで、極力早めに予約をいただければ枠の方を確保しますんで、で問い合わせなんですけども、まあ僕個人に、まあ、Facebook なりなんかでこう連絡していただいても結構なんですけど、まあ、僕の確認不足でねスルーしちゃうと大変申し訳ないんで、まあ、ビリヤードプールカイザー千葉県のビリヤード場なんですけども、そこに連絡していただければ僕の方から折り返し連絡するようにします。で極力連絡先はお店にしてください。個人の携帯とかだと僕がちょっと空気読めない時間に電話しちゃったりすると迷惑なんで、お店の電話番号を教えていただければお店の方にかけ直します。でその時に担当者がいなければまた何らかでつながれるようにしますので、問い合わせ先はお互いプールカイザーで載せたい掲載したいお店の方はお店の電話番号でお問い合わせをお願いします。それではね、皆さんまあ、ビリヤード業界も今大変な時期なんですけども、ハーストーナメント盛り上げていきましょう。またね、待ってます。おまけ動画なんですけども、大体ね、まあ、動画の編集始めてもう2年ぐらい経つんですけどね、試合をこうカット編集してるじゃないですか。このカット編集やると試合が1時間ぐらいだと大体編集時間が1時間半から2時間ぐらいかかるんですよ。なので1日3本やるとやっぱ4時間とか5時間かかっちゃうんで、まあまあちょっと、まあ、時間大変なんですけど、なんとかね1本でも多く動画編集したいんですけど、あと私もちょっといろいろね、他にもいろいろやらなきゃいけないこといっぱいあるんで、まあ、一応ねビリヤードもしたいんで、そんなにいっぱいはできないんですけども、もし枠が埋まっちゃった場合、ね、これ以上できません。うちにね新井っていう店員がいるんですよ。学生なんですけど、まあ、ちょっとね、あんまりこき使うと学業に支障が出るんで、あんまり、乱用はできないんですけど、もし枠がいっぱいになっちゃってでも動画上げたい、もし新井っていうやつ、うちの新井背の高い、まあ、通称コナンって言うんですけど、あいつを見かけて、あいつ
実はこの編集できるんですよ。なのでもしもうちょっと動画の本数を上げ増やしてくれよっていう要望があった場合、もし荒いってやつ見かけたら、まあ編集できるんだろう、まあ、月5本でもいいから手伝えよって言えば、あいつ嫌とは言わないと思うんで、その辺から圧をかければ毎月の編集動画はもうちょっと増えるかなと、まあそんな感じなんですけど、まあ彼も学生なんで、あんまり無茶させると、まあ、将来に響きそうなんで、マイルドに圧をかけてください。おまけでした。